皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。プロバレーボール選手で日本代表主将の石川祐希が所属するイタリアセリエ A ペルージャは、現地時間の10日、レギュラーシーズン第7セッターラント戦を相手ホームで行った。第1、第2セット、石川の出番はなかったが、チームは故障からスタメンに復帰したセッターのジャネッギ首相を中心としたゲーム展開で25から18。 25から14で連取第3セットは一心一体の攻防となり23から23の場面でプロトニツキと交代で石川がコートに石川はムードを盛り上げプレーでも貢献したもののデュース26から26のままベンチに戻るその後も激闘は続いたがベンタラルッソ プロトニツキラの活躍で31対29でペルージャが接戦をものにしてストレート勝利開幕7連勝で単独首位となった所属事務所を通じて発表した石川の試合後のコメントはいかの通りターラント戦は3-0でしっかり勝ち点3を取りきることができたので良かったと思います出番は少なかったですが 出た時にしっかりと活躍できるような準備を引き続きしていきたいと思いますまた今週からはチャンピオンズリーグも始まりますペルージャにとって一つ大事な大会になってくるのでしっかりとどこの相手にも勝ちきれるようにまた活躍できるように準備していきます次戦はチャンピオンズリーグとなり13日現地時間20時30分日本時間14日午前4時30分 からジホーストロージセスクブデジョビケチェコ共和国と対戦するどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう